あいつ87年じゃねえかな。いいだろう俺ダルビッシュであいつって呼べて俺年上だから <laughs> ダルビッシュあいつって呼んでも許される。え、あやすはるかちげえ学年一個上だよ。早生まれだろう。あやすはるかだって、まず。ま、あ85年というくくりだったら <laughs> 安倍あさみあ、1個上だろう。え、相武ぶ先俺とダメなのマジで アイブサキ俺とためらしい。この子綺麗だよね。いや、青い家、俺とためなの。誕生日。ええー、マジで好きになっちゃった。ちょっと今。ねえ。俺ごめん、ファンになっちゃった、今。ごめん。俺今ファンになっちゃった、普通に。ねえ。俺ファンになっちゃったよ。ゆうちゃん。応援してく。一緒に頑張ろう。しょって立ってこう。ねえ、ムラッシュ入らない、ゆうちゃん。ねえ。 伊藤伊ンパニ伊藤カンパニー伊藤カンパニーだったら村獅でいいだろうがよ俺マジ青いゆ優ちゃん本当に大好きになったわ伊藤カンパニーだったら村獅でいいだろうがよ石川理科もダメなのあっ個上かえだ誰ですか村のかず浦野和美さん女性アイドルグループ 渡り廊下走りたい。おー、出た。渡り廊下走りたいの、浦野和美。来た。ウエンツ、タメならタメって言ってくれよ、お前よ水くせえな俺めちゃめちゃお前のこと嫌いだったわ。こいつなんかよ。芸人かぶれでなんか俺笑いは分かってますぜ。ニコーみたいな顔しやがってこう、こんなやろてめえ、日本人じゃねえくせによと思ってたら。はい。ウエンツエイジ、これから A ちゃんと呼んで応援していきます。 ファンになりました。言ってくれよ歌広場ためなら言ってくれよ俺ゴールデンボンバーディスってたじゃねえかおめえてめえ、スメアゴルみたいな顔しや言えよ俺のためだってマジで俺も、コンバック応援していきますしかもあだ名じゅんじゅん俺じゃんもう入れろよ俺もゴールデンボンバー。お前ブラシ入れてるから俺もゴールデンボンバー入れろ。交換しよう そういう枠を超えた、事務所を超えた付き合いしていこう。これから。俺マジで歌広場順応援していきます。しかも千葉県出身ほぼ俺じゃん。上戸彩ダメなんだ。何この黄金世代。大倉くんダメなの俺大倉くんめっちゃ好きだよ。100回泣くこと、なんだっけ、あの、 霧谷ミレ来のやつで、俺、もう霧谷ミレ来じゃなくて大倉くんばっかり見てたわ。早くセリナと別れてください。<laughs> ま、ギャルさんなんかどうでもいいよ。<laughs> 加藤牢さん来た加藤牢さんマジ来た。これいいだろう。松井大介の、だもう松井がないんですけど結婚したわけは知らねえよ、松井大介って言われてもよ。お前そこは。 そういうとこだぞ。85年生まれの良くないところ。加藤ウナ何え、もう、え、加藤ウロウサ、カトウナツキ、カトなのゴールデンボンバーためなんですけどねえ、ハゲ様お前、純様って呼ばれるの。キヤ、キヤ、キア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 ブユタカ。キヤブユタカさん。ゴールデンボンバーのキヤブユタカさん。あ、キャンユタカさん。 キャンユタカさん俺とたメですくうト藤くはいはいもうちょっと感動ちょっちまって、俺涙止まんねえわそうみんな俺たバこ吸ってくるそう俺涙止まんねえ <laughs> え、俺まさか俺,俺の中にクリスティアのノ・ロナウドの血が流れてると本当思ってなかったから俺ちょっと待って俺今感動してるちょっとだけ待っててくれ俺ちょっと今俺なんて言っていいか分かんないみんなこの感動俺の中にクリスティアノ・ロナウドのロナウドの 血が流れてると思ってなかったからちょっと動揺してる正直いやマジで動揺してる今危ねえあいつと会った時もしかしたらさ何かしらの表紙でさアベマとかでさロナウドとさ対談することあるかもしんねえじゃん敬語で喋るとこだったよ俺とお前食べだよっつってお前何いつからヤニとか吸ってたみたいな え、やっぱさ、俺たちがわけにこのギャルを流行ったよな、みたいなさ。え、一個上なのえ、だったら敬語喋んないといけないな。あぶねえ。俺びっくりしたよ。たメなんだ、こいつ。ええ。応援しなきゃいけねえじゃん。え、おめえもさ、神社とかで矢に吸ってたとかさ、言わなきゃいけねえじゃん。え、ギャルを流行ったとか。どこで遊んでたの マリオやってたーとか言わなきゃいけないじゃんちょっとだけど動揺が隠しきれないけどまさかの共通点あ後藤真希はタメだ俺と後藤真希と吉沢瞳はタメすごいだろう綺麗だよな星85年の星だった可愛い,いよねいつまでたってもだから今の方が可愛いいな後藤真希 しろたいうため、お前ためだったら大悟と YouTube で生放送する前に俺とやれやなあ俺とコラボしろよためなら言ってくれよ !LINE 教えろよ飯行こうぜ二人でなあ、言う。 田中孝樹。この辺、ちょっとこの辺のライン危ねえな。セリナと田中孝樹のラインはするゃん。えウィンズの立花系だ俺とダメなんだへえ。ー中野ゆかり。誰中野ゆかり。あフィギュアの人知ってるあの、ちょっとがん、あの、窓、窓掛系のやっね。えあと、ショコタンダメだショコタンダメ。 おい最強の男が来た。今度白鵬と相撲を取るわ。こいつ倒しに行く。誰春だな、なって。あ、白鵬に米火落とされた。おい、いるかはい、俺、世界チャンピオンな。俺今白鵬が実質こ、あれ、白鵬に落とされたから、白鵬が寄り切られた。いるそういう生主。いるんだったら出てこいよ。かかってこいよ、俺に。俺白鵬とガチンコ勝負して今落とされたんだよ。 より切られた。白鵬に初めて。そんな生主いねえだろうな。さすがだ。あっぱれだ。福田萌え。え、誰福田萌えって。知らない。ああっちゃんの奥さんタメなんだ。頭いい子だよね。ミキティもあ、ミキティ一個上か。へえああえ、ね、前田あきちゃんって今何やってんのこの子なんかの役。役し、歌舞伎役者かなんかの。 妻になっちゃったよね。いえー松田翔太もダメなのえ、いいよムラッシュ来いよみんなでなんかオフ会とかしようぜなあちょっと85年間作ってくれよ俺入るってやろうぜ飯食いに行こうぜあの、ワタミとかでムラッシュおいでよみんな オフ会すべえよ !85 年間マツケンサンバもダメなのいやよ、奥さん連れてきない。小雪連れてきていいよ。ねえ。人狼しようよ、みんなで。松下の、ちょっとでも芸術、なんか、いい女すぎて仲良くなれなそう。あ、松は、松はが翼ダメだな。 で道端、あんじ、やだ、隣に並びたくない、この二人と。え,え、ファッションショーとか呼んでいいぞ、俺のこと。特別出演するよ。YM、いや、ムラッシュくればいいのに、宮崎はうためなんだ。<laughs> <laughs> もう、アッシュだったらムラッシュとかあんねえだろうがよ。ちょっと文字いずればアッシュ、ムラッシュじゃねえかよ。出たー 俺じゃんこれ。サントリーはちょっと無理だな。やっぱサントリーさんはやっぱ、ちょっと叶わねえわ。ゴルファーで頑張ってもらおう。半分お、え、俺だよな、これな。これ。ゴルフ界の加藤純一。宮里愛。俺。加藤純一。ヤマピーそうためなんだ山ヤマピー。俺だから超応援してる。吉沢瞳もためと。 らちゃんもダメなのえ、俺どっち選べばいいのこれ。ら、ね、ちゃんと愛ちゃんどっち俺選べばいいの選べないんですけど。俺なんか、俺のせいでこの二人が仲悪くなったらちょっと嫌なんだけど。以上。選べないよ。どっちも選べないということが、どっちも選ばないということがこの二人にとってのベストなのかもしれない。 すげーな濃いな85年85年濃い,いくねえパッとしてるでしょ松田翔長太とマツケンとさヤマピーんだぞ白鵬もいいんだぞ道端アンジェリカもいるんだよかと思ったら宮崎あおいて森下優里もいるんだぞちょっとここに加藤夏樹加藤なんだっけ あそこに加藤純一ちょっと入れてほしいないくあれしよう加藤ローサ加藤夏樹加藤純一クリスティアのノ・ロナウドにしようちょっとあのキャン・豊かさん一個だけ下がってもらって加藤ローサ加藤夏樹加藤純一クリスティアのノ・ロナウドキャン・豊か後藤真希にしよううんそれいい流れだと思うその流れで流れで一つよろしくお願いします すごいじゃん。あ、IAO 順だぞ。<laughs> バレねえだろうがや。クリスティアーノ・ロナウドとカいやーびっくりした。俺ほんと取り柄だったわ。日本のメディアからはクリロナとも呼ばれる。まあ、や,やめろよ。ちゃんと呼べ。クリスティアーノ・ロナウド・ドス、ドス・サントスモンハンやってそう。一緒モンハンやろうぜ。オフの日に。クリスティアーノ・ロナウド・ドス・サントス、 アベイロ。ドス・ランポスじゃん、お前。いいな、こんだけさ、有名にもなってるのにも関わらず、モンハン出てくるときは結構なモブキャラで序盤に出てくるっていう、この、なんて言うのかな、謙虚さ。そこが今のクリスティアノ・ロナウドを支えるれてると思うわ。普通だってさ、リオレウスとかつけるでしょ、ここに。ドス・ランポスだよ。すげえ謙虚だよな、こんだけ年収60億とかになっても。そこが好き。 すごい好きだわ。待って。おい。なだ、なだも俺と食べらしい。やばくね今日俺テンションおかしいっしょ多分ね、あのー、飯食ってない先生マジで。なんか脳みそが、なんか脳みそが今日研ぎ澄まされてる。薬物中毒者の症状が出てる今。ほんとに。発汗もすごいしてるし、無意味にテンション高いし、発汗もすごいしてるのね。今。<laughs> ローラがまだ27歳で俺と同じ年齢で震えてる <laughs>。あ、なるほど。みんなが今の俺、俺を見る目が分かったわ。きっしょと思ったわ。勝手にシンパシー感じてんだよね。お前1000人よりローラ一人のうんこの方が価値高い。お前が1000人死ぬか、うん、ローラのうんこが、を守るかってなった時に俺はローラのうんこ守るわ。お前1000人が集まってもローラのクソイカ そういう目で俺は見られてたんだな。クリロナ、ファンから。いや、俺、マジかよ、青いゆうちゃん。え、同じ日にせえよ、え、もう。なんか、これだってタッチとかだったら隣の家住んでてもおかしくねえじゃん。え、どうしよう、ゆうちゃんが俺のこと好きになったら。俺そしたら浮気とかできねえよ。え、これ絶対恋に落ちるじゃん。向こうも確実に好きになるじゃん。だって隣同士でしょ、はっきり言って。 兄弟みたいなもんだろう。え、でもそれでさ、いきなりさ、まださ、俺たちはさ、面識もねえしさ、恋心とかも抱いてないけどさ、ふとした正直に確実にこれ恋に落ちるパターンじゃん。んで、俺が、なんか、甲子園とか連れてってやんなきゃいけねえんだろう。やば。俺叩かれるぞ、青い U ファンに。 でも、葵優のファンって女が意外と多いだろうから、そ待まよちゃんと考察すると女が、女性がファン、ファン意外と多いと思うんだよ。あれ、意外とセックスアピールが少ないから。俺もだからという理由で、まあ、綺麗だなとは思っていたけど、そんなに入れ込んではいなかったけど、女性ファンが多いだろ。ういや、でも待てよ、女性ファンは、自分より幸せになる女を応援したがらないという傾向にあるから、一生主 YouTuber と付き合ってる葵優ちゃん一周回って可愛いってなって、 ゆうちゃんの株も上がるし、そこで、あれだよな、フジテレビの社員と結婚した、あのー、京子アナ、佐々木京子アナの株が上がったかのように、YouTuber ーーと結婚した、葵ゆうちゃんマジ熱いってなって、ウィンウィンだな。みんなの中でも俺が葵ゆうちゃんと結婚したってなったらすげえ、株上がるだろう。マジで。絶対株上がると思うわ。野球で出会いたい。 そうしよう緊張する緊張してきた俺は今 <laughs> もう他の男と結婚してるぞ <laughs> えっ、ー、俺まだ出会う前に振られたんですけど蒼井由実はまさかとは思うけど人妻 マジで出会うのが10年遅かった。俺が10年前にウィキペディア見とけばよかった。諦めるしかない。こればっかりは幸せ願うしかない。どひと妻なんだ。岡田人一と結婚してる。お前岡田じゃねえで、ね、加藤だろかすってるじゃん今ちょっとマジで悔しいちょっとかすってるじゃんだ ねえちょっとずれてたらちょっとずれてたら加藤純一じゃねえかよお前それよ三文字違いじゃんボタンちょっと一個掛け違えただけだろうほぼ加藤純一じゃん岡田純一って。ほぼ加藤純一じゃん岡田の嫁は宮崎葵だぞ。危 <laughs> ねえ。危ねえ。 びっくりした俺本当に好きになっちゃいそうだったえ、マジで俺のこと好きなんじゃねえのあいつって。あいつ俺のこと好きなんかって。俺と結婚できないから、岡田純一結婚したのかって。ちょっとでも俺の影を見れるように。びっくりしたわ。すげえびっくりした。てか配信してたら喋りまくってカロリー消費しすぎてる。全身から湯気が立ってる俺。おい、今こそやんべえ、チンポの湯気選手権。俺体中からなんか変なオーラ出てんだけど。なあ。 全身からオーラがすごいぞ、このバトルオーラこのバトルオーラやばいマジでこのバトルオーラマジでやばい今日の俺マジでかっこいいよカメラ映したらオーラ出てるからななんかすげえ研ぎ澄まされてきてる、本気でめっちゃ研ぎ澄まされてきてる、なんか 多分これはプラス、プラシーボ効果なんだろうけど、あのー、すげえかっこ悪いけど、飯食ってない自分に酔ってるわ、今俺。これみんな内緒にしててほしいんだけど、今日の俺、なんかテンションいつも違うでしょ。なんでか教えてあげようか。あの、断食してる OL とかモデルみたいに飯食ってない自分に今酔ってる。俺飯食ってないお前、お前らまだそこなのか。お前ら飯食わなきゃ生きていけないのか。俺は一個上にいる。なぜなら俺は飯食ってないからっていう理由で、一個、 はいになってる。ものすごいお前らを今見下してる。お前らまだ飯食ってんの <laughs> 俺はお茶だけで生きていけるから。俺は自分の体内のエネルギーを使って今一生懸命喋ってる。お前らはピザ食ってる。しょもみたいな。 高圧的な配信になってしまって申し訳ありません。だから、青い優も抱けると思ってる。なぜなら俺は飯食ってないから。クリスティアノ・ノーラウトとも対等でいられる。なぜなら俺は今日飯食ってないから。メリット見つけたな。断食メリット。飯食ってないことでマウント取れる。お前らだって飯食ってんだろ。俺飯食ってないから、正直。一個違うから。全身なんか今ものすごいオーラに。 溢れてる。新しい理論。これ今後も有効活用していこう。気合い入れた配信するときは飯食わないで、俺今日飯食ってないからって配信始めよう。なんか一個そういう枠欲しいな。なんか長時間配信するときに断食してから入ろう。俺やもう、マジでやりそうで怖い。これ寝てロが寝てのがさ、強敵と戦うときのマインドじゃん、俺。 ついにそこまで俺配信を消化して生きづらい人生を歩んでいくのか。やべえ、もうだってさ、この放送は気合入りでやんなきゃいけねえから俺断食しなきゃ、3日前から断食して結構いいパワフルな状態で入らなきゃ。俺また一個さ配信の足かせができたんだけど。こんなルーティーン作ったら命が一個、何個あっても足らねえぞ。いや、あんまり意味なさそう。みんなからしたらあんまり意味ないかもしんないけど、この精神、 この精神で配信できるんだったら、俺の中で大いなる効果があると。しかももう俺の中でインプットされちゃったから。これはちょっとやばいね。今日の俺重いだろう。ラマダンは日が沈んだら食い放題飲み放題だけどな、しょぼ。あいつら飯食ってんだ。何が宗教だよ。俺飯食ってねえから。ラマダンより、ネモースチャンネルの方が上だな。 俺の中のら、格付け。格付けしていく。てか、なんで暫食してんのこんなかっこいいこと言ってマウント取ってますけど、僕が暫食すしてる理由は、強烈な胃もたれで苦しんでるから、年齢による、えー、体調の、えー、衰ええー、体力の衰えによる胃もたれが止まらなくて、毎朝毎朝ちょびゲロ入っててるのが辛いからです。胃袋休ませてあげてます、今。ものすごい調子いい。胃袋はな。 理由は、加齢による胃もたれ。以上です。それが何か何かいけませんかうんこがすげえせんだよ。宿便みたいなのが出てきて。要はその、ご飯の食べた残飯じゃなくて、その腸に溜まってるうんこたちが、まあ全道で下に降りてくるじゃん。 そのうんこはもうやべえんだよ、もうほんとに。マジでもううんこの気がすんのね。俺もう女の肛門舐めれねえよ。こんな汚れえもんが出てくるとこなんか舐めてたまるかよ。ほんとに宿弁を今、出しています。